2018年6月13日22時49分豪華3ショット。C2018、羊と鋼の森、制作委員会13日、山崎賢人が主演した映画、羊と鋼の森の公開を記念して、ピアニスト辻井伸行の特別コンサートが都内にあるサントリーホールで行われ、スペシャルゲストとして作曲家の久石譲が参加。さらにそこに山崎がサプライズで登場し、3人でトークイベントを行った。映画のエンディングテーマとして使用された楽曲、The Dream of the Rams の作曲、指、木を被災し、ピアノ演奏を辻井が担当したことから、2人のステージでの初共演が今回のコンサートで実現した。この日は、東京フィルハーモニー管弦楽団と共に、指揮、被災し、ピアノ、辻井で同曲が観客の前で演奏された。そしてそこに、シークレットゲストとして山崎が駆けつけた。山崎の登場に会場に集まった約2000名からは大歓声が上がった。そのまま3人はトークイベントを実施し、久石は、調律。死の姿をしっかり描き、本当に素敵な映画でした。ひたむきな青年を演じた山崎さんの繊細な、演技も素晴らしかったです、と称賛。辻井は、この映画に関わることができて本当に嬉しいです。主演の山崎さんやキャストの皆さんと、ご一緒できて、本当に光栄でした。またご一緒したいです、とコメントした。